副変速器とは、乗り物の変速器のうち、主要な変速器が持つギア比の可変範囲を補うために、用いられる変速器である。サブトランスミッションと呼ばれる場合もある。副変速器には、主変速器とは、独立した構造で搭載されるものと、主変速器とは、作動機構が異なるが、主変速器と一体の構成として搭載されるものがある。 独立した構造のものは、主変速器の操作とは、独立して操作が可能になっているものがほとんどで、例えば主変速器が5段の変速段数を持ち、副変速器が2段の変速段数を持つ場合は、合わせて10通りの変速段数を選択できる。一体の構成のものは、主変速器の最下段の、さらにもう一段下、あるいは最上段のさらに一段上へ切り替え操作が、 できる機構となっている。あるいは主変速器が無断変速器の場合は無断変速の範囲と組み合わせて全体の変速可能な範囲を広くした機構となっているものもある。駆動系全体として変速段数を増やす必要があっても設計上の制約などにより主変速器の段数を増やせない状況で独立した副変速器を追加して 相談数を増やす場合がある。副変速器は、主変速器のアウトプットシャフトに接続され、四輪、駆動車の場合は、トランスファーに内蔵される場合が多い。四輪駆動車に用いられる副変速器の場合は、通常走行時に用いる高速減速比と、オフロード走行時に用いる低速減速比の2段になっている場合が多い。走行中に副変速器を切り替える操作は、 想定されておらずノンシンクロミッションとなっている場合が多いが、スバルレオネに採用された、デュアルレンジは、シンクロメッシュを採用し、クラッチを切れば走行中でも切り替えが可能であった。二輪駆動車に副変速機が採用された例としては、三菱、コルディアなど搭載された、スーパーシフト42があり、これは、パワーモードと、エコノミーモードの二段に、切り替えが可能であった。 ロッククローリングやモンスタートラックと呼ばれる競技に用いられる車両では、四輪、駆動車の主変速機と副変速機付きトランスファーの間に二段変速が可能な副変速機をもう一つ組み込む改造が行われる例もあり、副変速機を二つ搭載することから、デュアルトランスファーケースと呼ばれる。既存の主変速機の減速飛行性を変更することなくトップギアの上段や、 ローギアの下段にギアを付け加える場合に採用され、主変速機のシフトレバーで操作できる。トップギアの上段に付け加えたギアは、オーバートップやオーバードライブと呼ばれる。ローギアよりさらに低いギア比のものは、スーパーローやエクストラローなどと呼ばれ、農業向けの軽トラックなどに採用例がある。 誤操作を防止するためにシフトレバーを押し込みながら操作するなどのフルプルーフ機構が備えられている場合も多い。主変速機として無断変速機を搭載した車種の中には駆動される側であるドリブンプーリーの出力軸に優勢歯車機構を設け2段の副変速機とした方式を採用するものもある。自動的に切り替えて CVT の変速比幅と組み合わせることで 従来の CVT よりも変速比幅を大きく、プーリー系を小さくできる。従来の構造の変速機でも、多段化と小型化を両立させるため副変速機と組み合わせられたものが存在するや12から16段の変速機を持つ大型自動車など。パートタイム 4WD 車の副変速機付き、トランスファーレバー三菱、スーパーシフト4にホンダ CT250。 S シルクロードハット AB、ジャットコ CVT7 副変速機付け CVTK、小型 FF 車用 JF015E、製品情報ジアトコ株式会社。ジアトコ株式会社。2015年11月10日閲覧。1980から1982、ホンダ CB900C、ザファクトリーカスタム。 モーターサイクルクラシックス 8httpwww.motorcycreclassics.com クラシックジャパニーズモーターサイクルスズホンダ CB900CZMMZ13 マスビーアスピックス2013年4月19日閲覧ホンダお客様相談センター夜行ユアーカイブド2013年6月15日アットザウェイバックマシン ありがとうございます。